どうもこんばんは。時刻は12時15分です。ということでね、遅いんですけどね、今日もやってみたいと思います。これですね、お酒ね。秋の旬の味っていうやつね。秋の味覚には芳醇な味わい、ね。これ去年もやってたと思います。だからそんなね、必死になって、レビューはやらないと思いますね。この季節になるとですね、もう、アルコールが上がってきますね。だいたいこれぐらいのアルコール 6% が多いんですよね。あと濃くなってくる味がね、コクが出てくる。まだ早いと思う、これ。8月でもう出してるんだけど、これ晩秋だったら合うかもしれないけど、だってこれまだサンマとかも早いでしょ。まだね、松茸サンマとか早いと思うけどね。書いてあるけど、なんかね、絵がね、松茸には見えないな、これ椎茸だな、これな、のみデザイン、そう、楽しみなのはね、デザインなんですよね。これはもう、結構ね、デザイン好きですね、この秋のデザイン、もみじ系のやつってたくさんあるじゃないですか。なんか味がある。で、つまみの方はですね、この前、福島行ったいわきの方に行きましたけど、その時買ったやつ、炙りいわしっていうやつ、これでやってみたいと思います。はい。小さいね、つまみの方は。これで。今年はですね、ゴキブリが、なぜか出なかったですね。1回で終わりましたね。今のところね、助かりますよ。だけどショックだったのが、ゴキブリ出たんだけどね、ラーメンを買ってきたんですよ。あるじゃないですか、ラーメン。さ、惣菜コーナーとかね、プラスチックのさ、入れ物あるでしょ。焼きそばとか入ってる、あれの感じでラーメンが売ってたわけで、2食入りのやつで、それをちょっとね、部屋に置いてちょっと外出してたんですよね。帰ってきたらそこの中にさ、隙間の中に入ってんだもん、ゴキブリ。いや、もうさすがに食べなかったですね。捨てたよ、さすがに捨てたよ。2食だったけど、じゃあ飲んでみますね。ショックなんだけど、はい。まあ、あのタイプだよね、赤ビール系だよね。飲み応えはね、これはあるのね、夏と違って。まあほぼ全部このタイプは飲み応えがあるって言っても、コクがないっていうのはね、ないんじゃないかな。それじゃあいただきます。ああ、俺が嫌いなね、帽子とかもね、ちょっと抑えてるからね。これ苦手だってよく言うじゃないですか、このロースとか。で、今日ちょっと寒いから、寒さによって変わってくるのかな。飲みやすいですね。台風あったもんな。どうでした皆さん、大変だったよね。これ風は、雨もそうだけど、風は強かったな、ね。あんだけ風が強いとね。まあ、俺帰るときそうでもなかったんですけど、炙りイワシなんですけど、カワハギみたい。あれは。美味しい。あ、お酒の紹介してなかったですね。この前飲んでそのままなんだ。まあこれはプライベートブランドレベル。これね、ハスカップ。これはブルーベリーみたいな感じですね、味ね。味は濃かったですね。甘みが強かった。で、これはですね、なし。甘みこれは抑えない。
20世紀なし、どこになるのか、なんだこれ、林健太郎商店だって、鳥取ですね。そんなのがあるんだ。デザインいいですね。なんかな、傘を新調したんですよ。なんで新調したかって言いますとね、傘を忘れてきちゃったの、電車の中ないやん。まあ電車じゃなくてもいいんだけどさ、もう雨降っててさ、帰りが晴れちゃうと忘れちゃうみたいな。で次の日行ったらないみたいなね、ショックだよね。そういうのよくあるよ、そのパターンですよね。で今までのないタイプを買ってみました。傘は鉄の骨のやつあるじゃない、普通そうじゃない、それじゃなくて今ねあれが多いんだよね、グラスファイバー製っていうやつ、それを買っといたんですよね。だからそんなに不安はなかったですよ、僕ね。まあそうでもなかったんですよ、もう夕方は。まあ倒木とかあったよね、大変でしたよ。で傘のサイズもね、65センチぐらいの使ってたの、ずーっと棒のところが木のやつでね、そういうのを使ってたんですが、今回は傘のサイズを初めて75っていう、ね、相当大きいのにしたんですね。で鉄の棒のやつ、久しぶりですね、鉄の棒なんて買うの。これがね、結構ね、大雨の時はね、重宝しますね。全然濡れない、65じゃ濡れちゃうんだよ。ちょっと風が強いとおちょこになったりするでしょ。そのおちょこにならないし、仮になったとしても折れないんですよね、鉄じゃないから。これはいいですよ。今結構グラスファイバー製っていうのあるんです、あれですよ、こんな言い方ですね。野球の解説みたいですけどね、高校野球のね、監督の言葉遣いおかしいですよね、監督の言葉遣いって何ですかね、あれね。結論なんですよ、これはですね、お得感ありますね。値段は普通の第3のビールぐらい100円前後だと思うんですけど、アルコール度数と僕を考えるとお得ですね。夏なんて結構ぼったくりですよ、あれ。コクが少ないから、熟成とかもそんなにしてないんじゃないかなって思うんだよね。さっさと出してる感じがする、勝手な思い込みです、これは。ごめんなさい、違った。暑い時にね、このね、まあ、香りもあるんですけど、ロースト感があって、コクがあって、で、アルコールが高いんですけど、僕はね、このくどさはいらないよね、暑い時は。今日みたいにちょっと涼しくなっている時がいいと思います。まあ、お得感はあると思うね、夏よりは。